さあそのハイパイ、まあスーパーデジタルの選んだ答えはリーチが有利ということなんでしょうね。どうなんだね。どうですかね。あ、何このハイパイ。例えばメンタンピンでいつもなんですけどね。さあ達也が逆転なるのか。あとはツモ次第ですよね。脇も大変だなこれ。脇大変ですよ。大変ですよ。本当大変ですよね。だって入れはだって小林さんはもうダマテンの可能性大ですからね。脇大変ですよ。脇は大変ですね。これ村上さんがなんか相当前からこの麻雀を強いられてますからね。そうですね。本当に偉いですね、はい、もうあ、いいとこ引いた。いいとこ引いたのは小林豪。7球差ですよね。7球差でリーグ2本なんで5球差、はい、1000、2000で6000点変わるんで大丈夫ですね。小林、はい、小林さん親なんで、うん、いやどうするこれ。これどうしますか。あピンメンタンツモですか。さあこのドラが来ちゃえば簡単ですけどね。うん、まあ、1回連ピンかな。うん、やっぱもうそうですね。回連ピンで、まあ、次のツモに行こうっていう感じじゃないですか。まあ、いわゆる6ブロック、うん、メンツオーバーの形ですね。チートイはちょっと厳しいですね。でも対応チートイだと闇天ツモと直撃があるから結構いいかもしれないですよ。次のツモ次第ですけどね。天敗までもきついですからね。でもね、町も一つですから。ドラ受け、あ、ドラ受けがこれでできる形だが、そうですね。もう決断の時ですね。これ決断ですね。さあここのチョイスが勝負の行方に大きく関わりそうだ。そうですね。はい、これでメンツ。まあ E1 来ちゃっても関数層で最悪リズム、そうですね。ツモ条件。トンかな。さあ。小林も、はあ、もう苦しいですよね。闇天入っててもおかしくないですからね。ここで闇天でも刺さるのにもうしょうがないって開きになった方がいいと思うんですよね。小林さんイシャンテン。さあイシャンテンになった。はい、そうですね。上がりいった方がいいですね。小林さんも。達也の条件そんな難しくないんで。どうだ。どうだ。まあある意味裏目ですけど、まあね、まあしょうがない、しょうがないか。そんな致命傷ではないから。さあ天敗が入るのか、入らず。まあ役割はね、もうほぼ確定みたいなものだから。あでも数ピンとか引くとあれか。でもまたリッチするのかな。ドロー9ピン。なかなか進まないですね。なかなか達也が進まない。まだ連射点。もうただ小林もチーマンが厳しいですからね。もうそんな埋まんないんで。どうだ。なかなか進まない。これはもう半分過ぎている。G1。 あーパワーン。どうする。
パチーはあーパクマでもチーは2枚切れですね、2枚切れ、どうだ、これ難しいな、これちょっと決断しっかりした方がいいですよ、さあどうする、まあ椅子1は単純に E は3枚切れ、リャンは1枚切れ、これね、スーファー入ってもさ、カメラも寄る、どっちを選んだ、これでそうですね、スーファー2枚いきたいんですよね、ドラの数層が立つ屋に行くのか、ただ数層入っても闇天条件ですね、26か29で、そう26足りないですね、足りないから、26足りないんで、ただウッパーが入った時難しいですね、ウッパーはで決まっちゃえばいいですけどね、街が、どうすんだろう、さあどうだ、なんだなんだ、来た来た、これリーチでしょう、来た、ただ出上がりできない、あ、そうか、でも小林、でも小林打つわけないから同じですね、いや打ってもダメなんで26しかないですよね、うん、いやそうなんですけど、はい、リーチかけたら打たないじゃないですか、はい、結局角戦だったらリーチの意味あんまり、ただ小林さんのテンパイの可能性があるんで時間稼いだ方がいいですね、なるほどね、はい、小林さんに来られるよりは、さあ積もり行った方がいいですね、積もりに行く、まあいずれにせよ積もれば、同点ってどうなるんですか、同点神茶です、同点、まあ闇でも一緒なんですけど、小林さんが来れなくする分だけ位置が若干有利ですね、手代わりないですもんね、そうですね、はい、5、2とか残にならないですもんね、これ行くのか、まあまあ、うん、嘘切りは嘘切り、メリッチしましたね、メリッチしましたね、ウッパーどうかどうか、さあ積もったら鈴木達也悲願の優勝、パニ2枚、あー、パニ2枚はない、パーマンがあと1枚、パーマンがあと何枚か、けどあと小林がパーマンは2枚持ってたかな、あそうですね、パーマン、あと村上さん次第か、村上があれ村上持ってたかな、持ってない、ない、1枚いる、1枚いますね、さあどうだ、1枚、天は達也に微笑むのか、一枚山どうだ、このねヤンピングどうなったんだろうな、また1枚ってのが微妙な枚数ですよね、誰かの手に行った瞬間に終わりますからね、終わりますからね、さすがにもう直撃、もうそうですね、小林さんおりますね、いるいるよいるよ、さあいるよ、もうあとは全てパーワンがどこに行くのか、どうだ、うん、あシャンポンでしたか、難しい、これは無理だな、嫌いないからね、これは無理だ、いや、いい戦い、きついなこれ、バキも打てないですからね、絶対打っちゃいけないけどもいいんですからね、まあ上がらない可能性が高いですけどね、ウッパンは万が一使う切ったとしても、イーソーか、ね、イーソー4巡、さあどうだどうだ、いるか、いない、会社が違う、ワンワンまだ、うん、むしろ最後まで寝ててほしいな、そうですね、脇に早めに行ってしまったらちょっとちょっとね、ね、小林さんが吸収するとそれはそれで納得ですけどね、パーマンをね、うん、脇には行ってほしくない、はい、さあ積もれる形や、どうよ、いない、あと1回ラスト積も、さあ悲願の優勝へパーワンを積もれるのか、達也、まだパーワンはいる、あとはチーソーか、さあ次だ、パーマンかチーソーならラスト、さあいけ、
あーダメだ、ダメ。これにより達也あと一歩入れて止まりですか一応。あれ、まあでもウッパーマンには出かけないでしょ、さすがに。さすがにウッパーマンも出なさそうだ、うん、まあ入江にとってはこれもいい経験ですね、うん、こういうしっかり降りなきゃいけないって曲も。そう、一応そっか、ウーマンゲームに見てるから。いやー死闘でした。いやいや、すごかったね。これで一人転敗、達也はあと一歩、はい、及ばずというところで、うん、優勝は小林以降ということになりました、うん、面白かったですね。面白い対局でした、いい戦いでした。はい、それでは私あちらに一足先に行っております。はい、はい、というわけで、はい、これでもう8時間超えですけど面白かったですね。面白かったですね、はい。どこら辺がポイントでしたかね。まあ、いっぱいありすぎるんですけど、ね、うん、やっぱり序盤は達也がすごい自分のペース持ってきて、はい、起死回生の6000ホール引いて、うん、小林さんはあのウーピン短距離で盛り返して、うん、その後達也がリャンワンを村上さんに、あ、小林さんに打ってしまって、はい、まあ、お互いナイスプレーの応酬で最後までいい戦いだったと思います。井出プロもね、最初上がって、ね、もしかしたらチャンスあったかもしれないですけど、はい、まあ、最後盛り返したけど届かなかったと、はい、まあ、どっちにも勝たせてあげたからです ね、正直。いやいや、はい、これ名勝負と言っていいんじゃないでしょうか。しかし達也3年連続決勝で今回はいけたと思ったでしょうけど、なかなかね、うーん、あの6戦オーラ感触良かったでしょう ね確かに。もうちょっとね、麻雀連合から初のファイナルということで、これはもう団体ですね、はい、まあ、井出さんがここまで出たんですけど、うんうん、ただ小林豪の枠はまだ誰も3人とも決まってないですよね。あ、確か10段位とジャン王と、はい、はい、あ、スタジオに戻るようです、はい、それではスタジオの岡山さんに戻します。はい、新鋭プロ代表決定戦、すごい熱い戦い終了いたしました。皆様お疲れ様でした。そして優勝は小林豪プロでございます。おめでとうございます。小林さんには後でゆっくり伺うといたしまして、まずは残念ながら4位となってしまった村上プロ、はい、いかがでしょうか。まあこれ以上ないっていうぐらいのやられ役でしたね、最後は。まあまあ、親落ちてから、はい、ね、あの2人にね、報酬してどっちかがその決着をつけるような打敗だけはね、やっぱしたくなかったんで、もうその辺やっぱり見事そうですね、まあそれができたんで、まあちょっと良かったかなとは思います。さすがだったという声がね、はい、皆さん見てる方も多かったんで、はい、もう折りつかれましたね、はい、もう、はい、この悔しさはまたぜひ、そうっすね、来年に、もしくはそうか、最高位、そうなんですよ、最高位になれば当たるかもしれないですね。まあ、今リベンジができるという、そうです、 A リーグ3位なんで一応可能性ありますね。まだ諦めてないです、はい、ぜひとも、はい、登ってきてください、ください、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、そして井出さん、はい、いかがでしょうか。疲れました。疲れましたね、はい、本当にやってる方もそうでしたけど、見てる方も本当に疲れました。疲れました。ただ見事な上がりがあったじゃないですか、あのペン3万積もったあたりとか。いやー、ね、でもなんかものすごい手が入ってるのに、うん、なかなかその決定打にならなくて、うん、結局なんかね、やっぱり無理しちゃって法人回っちゃってっていう、はい、だ最後の配定のリャンピン、うん、いかないのもありだなってちょっと後で反省はしましたね。 あいつも条件が残るな。るほどなるほど、あ、そこにかけてればと、まあでもこれも一ついい経験になったということで。そうですね、やっぱり一回勝負の頭取りっていうのはなかなか、はい、普段やることがないんで、はい、かなり勉強になりました。わかりました、はい、ぜひともまた来年チャレンジしてください、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。そして達也、疲れました、ね、今年もあと一歩というところ、悲願の、ね、初優勝まであと一歩というところまで来たんですけど、結果かなと思ったんですけど、ね、ちょっとやっぱ見てる方もやっぱ達也この、ね、何年かのあれがあったんで、
ちょっとやっぱり 僕もね、やっぱりちょっと危ないな、ね、あれあったんですけど、まあ、今年もね惜しくも届かずということで、また ね、 そうですね、来年に課題。ジャンオはある、ジャンオか、そうだ、ジャンオあるんだ、Aリーグトップ、ジャンオ取れば、あ、はい、いけるんだ、そうですね、じゃあぜひとも切り替えて、はい、ファイナルぜひとも来てください、はい、お疲れ様でした。さあ、そしてやりましたね。はい、遅くまで見ていただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いやー、もうあのトンバでのね連チャンでもう結構ねセーフティーゾーンまで行ったかと思いきや、ね、達也の一撃があったりして、8000オールと4000オールの時はダメかと思いましたね。はい、でもなんとかしぶとくね、あのペイチャーになったので、はあ、あの2人の条件が厳しくなったおかげで、うん、だいぶ有利に戦えたんですよね、はいはい、それのおかげでなんか1万2000ってできるもんですね。あと最後、うん、何4曲のでしたっけ、あれテンパイ取らずの形もあったんですが、あえてリーチ行ったのはサブローワンで、あれはですね、はい、スーワンが3枚見えていて、はあ、あのサブローワンが山にたくさんいるか、あるいは達也から余るか、なるほど、どちらかなっていう、それに期待してのに期待したんですが、おかげで怖いことになりました。そうですね。もう直撃してたらね、うん、もう逆転してたという、そういう状況だったんですが、はい、なんとか 見事しのぎ切って優勝を決めました。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、さあすごい戦いでしたが、ここでせっかくなんで総評を、はい、瀬戸熊さんいかがでしょう、はい、本当に素晴らしい戦いを見せていただき、嬉しく思います、はい、特に勝った小林さんの印象的な、うん、あのウーピン短期のリーチとか、あああのリャンピンのウーピンないリーチとか、うんね、あとは達也の意地の貫禄案とか、うん、あとは6球ピンはあの3色で8000オール積もった曲は、うんうん、トン1曲トン2曲と徐々に戦ってて手入れて、うん、あの放送でも言ったんですけど、はい、今までで一番いい達也を見させていただいたん で、 相当達也褒められてましたよ、ね、はい、瀬戸熊さんから、はい、あの今日のメンツとは僕ももう一回やりたいなと思いました。そうです、ね、はい、ぜひ来年はまた深淵に戻してもらって、いや多分もう無理じゃないですか、もう無理じゃないですか、はい、ね、ね、ファイナル戦うかもしれませんので ね、 でね、はい、はい、あと井出君にはあのすごい後輩としてあのいい勉強になったと思うんで、はい、あのもっともっと強くなってもらいたいなと、はい、1ヶ月ちゃんとお酒やめてください。そうですね、そうだ、はい、禁酒するんですよね、本当飲まないです。あ、そうですか。はい、わかりました、はい、本当に楽しかったです、はいはい、お疲れ様でした。さあ続きましてカジヤン、いかがでしょうか、はい、本当にね、あの勝った小林くん、小林さん本当にいろんな技あるなと思って、ああのだいぶ見てなかったんですけど、今はもうめちゃめちゃ、うん、あの強かったなと思ってて、はい、今度近代麻雀の記事は若干ページ数が減るんですけど、あら、そうなんですか、もったいないですね、この8時間超えるとかね、そうですね、これある意味歴史に残る名勝負と言っても過言ではない、はい、そうですね、多分これ今回の検討配信もちょっとやりたいと思いますので、ぜひとも、ぜひ皆さん見てください、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ続きまして本日の特別ゲスト大久保さん、いかがでしょうか。最後の最後までドキドキハラハラさせられて目が離せない対局でした。今日はとても楽しかったです。ありがとうございました。 ありがとうございました。そして、はい、アマチュア大会の参加待ってるでーす。ありがとうございます。はい、じゃあ菅原さん、せっかくなんで東代表として、はい、一言。最強戦の東も待ってるよ。はい、ありがとうございました。さあここでですね、優勝した小林プロにファイナル1期チケットのお渡しを金本大会委員長からお願いしたいと思います。金本さん、お願いします。小林さん、じゃあ一歩前に。小林プロ、見事なスーパーデジタルでした。ファイナルも期待しています。ありがとうございます、頑張ります、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。